ザクセン先帝公、エルンスト・エルンストは、ザクセン先帝公、ュイセ元ンヘンキョ変ハク、ベッティン家の分子、エルネスティン家の子孫。ザクセン先帝公、フリードリヒ二世とその日で、内オーストリア公、エルンストの娘であるマルガレータの間の次男として、生まれた。1451年、兄、フリードリヒの溶接により、先帝公家の生死となった。 1455年、エルンストは、弟のアルブレヒトと共に、父に恨みを持つキシクンツフォンカウフンゲンによって、アルテンブルクから誘拐されたが、その後救出された。この事件は、アルテンブルクでの講師誘拐事件と呼ばれている。1460年11月19日、バイエルン公アルブレヒト3世の娘エリーザベトと結婚した。1464年に、 父が没するとザクセン選定公領を単独で統治することになったが、マイセンとチューリンゲンの領土に関しては、弟のアルブレヒトと1485年まで共同統治を行った。両国の統治はエルンストを中心として行われた。エルンストの治世中、ベッティン家の領土はかなりの規模に拡大し、ドレスデンやマイセンなどの諸都市もエルンストの下で発展していった。 1466年にホークトラント白領を獲得し、次男と三男にそれぞれマクデブルク大司教とマインツ大司教の地位を確保した。息子たちの大司教位は1480年にローマまで赴いて手に入れている。また、エルンストの知性家、エルフルトとクベトリンブルクもザクセン選定公の保護領と化した。クベトリンブルクに関しては1477年に アルブレヒトと一緒に武力で鎮圧し、クベトリンブルク女子修道院の院長を務める妹、ヘイトビヒを屈服させている。1485年6月17日、エルンストは弟たちの警告を無視して、ライプツヒ分割協定に調印した。その3年前の1482年、おじのチューリンゲンハクビルヘルム3世の死により、チューリンゲン地方がエルンストと,とアルブレヒトの領土に、 回収されていた。公爵兄弟は共同統治体制を放棄し、エルンストは、ザクセン選定公領のうち、より重要なチューリンゲン地方にある、ザクセン・ビィッテンベルク公領、ザクセン宮中領・キュー領マクデブルク城領・伯領ホークトラント・伯領及び、フランケン地方のベッティン・ケ領を確保した。エルンストはアルブレヒトに分割相続を承諾させ、弟には自分が確保した。 ロード以外の残りの地域を与えた。ベッティン家領のエルネスティン系とアルベルティン系への分裂は、その後の神聖ローマ帝国におけるザクセンの地位の大幅な低下の予兆と言えるものだった。外交面では、エルンストは、ボヘミアとの関係で難しい立場に立たされた。ボヘミアとザクセンの国境は1459年には、エーゲル条約により確定された。エルンストは、 おじの神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の与党であったにもかかわらず、その敵対者のハンガリー王マーチャー主一世にも接近した。エルンストの治世下で、ベッティン家の対外的な野心は、東欧に向かい、エルンストは1472年に、シレジアのジャガン公領を1477年には、ドイツ東端部のゾーラウ、ベースコー、ストル皇をそれぞれ購入したが、この結果として、 ブランデンブルク選定綱領との抗争が始まった。1486年、ローマ王選挙で支持した重邸のマクシメリアン一世をローマ王に選出した直後に落馬事故で死去した。妻エリーザベトとの間に7人の子女を設けた。ありがとうございます。